盆が過ぎても相変わらずの暑さが続いています。体調管理に気をつけ残暑を乗り切りましょう。今週のイナチャンネルはご覧の内容でお送りします。白鳥市長の焚き火通信、今回は誰もが安心して暮らせる街を目指して取り組む伊那市の福祉施策についてご紹介します。よろしくお願いします。はい、お願いします。伊那市では8月から子どもの医療費の窓口負担を無料化、また対象範囲を高校生等の通院まで拡大しました。子育て世帯の負担が大きく軽減するかと思いますが、市長いかがでしょうか。そうですね、このことについては前々からずっとこう気にしていたんですけども、できるだけ早くやりたいということでこの8月から窓口の500円ね、負担の無料化ということで、これをなくすということと、それから高校生の、入院通院、入院は今までやってたんですが、通院については今度初めてその対象にしたんですね。ですから小学校から中学高校までの入院も通院も、無料ということで、これはおそらく県下の19市の中でも伊那市がトップランナーかなと思うんですね。本当にこういろんなものが値上げラッシュですよね。しかもその値上げ幅が考えられないほどの幅で上がっちゃってるので、少しでもこう負担を軽減できるようなこと、これを行政で、バックアップしていくということがとても大事だと思うんですね。この他にも伊那市では子育て世帯への支援が手厚いかと思うんですが、例えば妊婦健診や不妊治療など子どもが生まれる前からの支援も充実しているかと思います。そうですね、これはよく周りの市町村の皆さんからも言われるんですけど、妊婦健診にしても全部で14回ですかね、無料で受けられるようにしていたりとか、妊娠出産子育てっていうこういう流れの中では、極めて手厚いこう政策が取られてるんじゃないかっていうふうに思ってますね、はい。また不妊治療に対しても支援の充実に向けて検討しています。治療費のこう負担って非常に大きいんですよね。今まで伊那市では20万円を限度額として補助をしてきたんですけど、今度それを10万円加えて30万円までということで、かなり不妊治療に対しては手厚い補助制度ができたと思いますので、これまた4月まで遡ってということですから、今不妊治療されている方も使うことができるということで、ぜひこうしたものを使ってもらって、子どもをね授かってもらえればありがたいのかなと思いますね。あと、障害というか早期発見の分野に入るんですけども、新生児の聴覚検査で、これの補助も伊那市の方でしましょうということで、早期発見ができるような取り組みということもやっているんですね。お子さんが生まれた後ですと、伊那市で豊かな保育環境が整っているかと思います。いかがでしょうか。伊那市の保育はおそらく県下ではトップですね。その内容がもちろん料金もなんですけど、内容からしてですね、非常にこう保育士の皆さんも勉強してるし、で本当にこう積極的にね保育の取り組みが進んでますので、山保育だけじゃなくて、いろんなことをこう保育現場で子どもたちにだんだんにこう教えていってると。でそれに加えて保育料もおそらく県下でも一番安い部類に入ってると思うんですね。物心ともにこう子育てしやすい、また子どもを預けやすいのが伊那市の保育だと思ってますね。子育て世代の負担の軽減を図るため、伊那市ではおむつの持ち帰りについての検討も進めています。そうですね、おむつもそう今までみんな持ち帰りだったんですよね。ですがやはりこう
まあ、保護者の皆さんからの意見とかですね、要望なんかも聞く中で、こうした持ち帰りをしなくても済むようなっていうことで今進めてますね。市の方で負担しましょうっていうのは、この9月の定例議会に、提案をさせてもらって、でそれが可決してもらえれば、10月以降、早ければね、で保育園に置いていったものについては市の方で一括処分しますよという形になりますね。ただ布おむつもとても大事な位置づけとして捉えている家庭もありますの で、そうした皆さんについてもまた遠慮なくまた相談してもらえればと思います。伊那市では乳児や自宅で介護を受ける方などおむつが必要な方に対して購入費用の助成をしています。それぞれ対象者が限られていますが、この7月から知的障害や精神障害、身体障害がある方の一部に対しても対象範囲を拡大しました。詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。貧困対策という面では、伊那市では伊那市子どもの未来応援隊を立ち上げ、カレー大作戦など多くの方のご賛同をいただき取り組みを進めています。一方、教育現場では引きこもりや不登校など学校に通うことが難しいお子さんに対しての支援も伊那市では取り組まれていますね。どうしてもこう自分の方から積極的にとかね、そうした環境にこう飛び込めないっていう、社会とずっと離れていっちゃうので、そうしたことがないようにというか、少しでもこう解消できるようにという取り組みは、伊那市の教育現場ではかなり手厚くやっているんですね。で、例えば中間教室、夜に開いたらどうかと、あと、両親というかね、保護者も会社終わって帰ってきて連れてきて、またこう連れに行ってくれるっていう、そうすると出やすいんじゃないかっていう、そうした発想でやってみたところ、非常に効果が出ているし、寺子屋の分室みたいなものを作って今やってるんですけど、今また進めているのが、そうした寺子屋で畑付きとかね、農業できますよとか、こう自分で楽しみながらこう勉強もできるし、汗もかけるしっていうようなことをね、やろうということで今進めているところもあります。こんなことで困ってるんだけどっていうことは、もうざっくばらに相談してもらえれば、私たちもそれに対してしっかりと対応していくということの体制ができてますので、そこで遠慮なくやってもらいたいと思いますね。一方、こう自宅にいながら家族の介護のお世話ですとか兄弟の世話など、ヤングケアラーの存在も浮き彫りになっているというようなニュースなどで取り上げられていますが、伊那市ではいかがでしょうか。伊那市もですね、今把握しているだけで19人います。でまだもっといるはずなので、まず私たちの方から声をかけたりで、気がついてあげて、それをこう支援していくという社会というかね、伊那市で、なくてはいけませんので、それを今いろんなこう、コーディネーターを作ったり、また支援センターがあったり、で相談員がいたりして、かなり細かいところまで今踏み込んでやってるんですね。ヤングケアラーを抱えている家庭っていうのは、いろんなケースがあるんですけど、ただ市の方ではそうしたヘルパーをね、作ってるので、そうした方が行って実態を見させてもらい、またこうどのようにしてその支援ができるかっていうことの相談に乗ったりすることができるので、それもね、やっぱり遠慮なく言ってもらいたいんですよ。でこれについては市の方で何とかこう支援してもらえんかっていうふうにストレートに言ってもらえれば、私たちはそれで動けますので、社会の力とか行政の力でね、なんかサポートしてあげたいなっていうのは本当につくづく思いますわね。続けて高齢者の皆さんに向けた支援についてお伝えします。伊那市では生き生き健康券や福祉サービス券など、在宅で生活する高齢者の皆さんを応援する取り組みが行われていますが、いかがでしょうか。そう、いろんな補助券っていうかね、何種類も出てますね。今実はね、全部見直しをしようと、
ということで担当の方で今一生懸命検討を始めてるんですね。それ何かっていうと、このチケットはタクシー券としてね、使っていいですよ。でも自分は車を運転していて、このチケットも先ほどもらっても使い道がないので、使わないでお返ししますと。せっかくの制度ももったいないんですよね。で、このタクシーチケット私いらないんだけど、このチケットを自分が運転する車のガソリン代使いませんかっていう人もいるわけですよ。だから今伊那市が発行しているいろんなこうチケットがあるんですけど、これを一本化できないかなと。今年度中にはそうした方向を出しても来年度から適用できないかなっていうことで進めてますので、もうちょっと期待をしてもう少し待っててもらえればと思いますね。はい。高齢者の皆さんには移動に困難を抱える方もいます。伊那市では8月から市街地デジタルタクシーの実証運行が始まりました。ドアツードアで自宅から目的地まで移動できる、こう暮らしやすい環境が整ってきたかと思いますが、いかがでしょうか。ぐるっとタクシーもそうですけど、デジタルタクシーにしてもやっぱり移動する手段のない人、移動困難者、そうした皆さんたちのサポートができるための仕組みなんですね。安い料金でね、移動ができるという、ある意味は本当に福祉なんですね。中心市街地を除く伊那市全体はぐるっとタクシー、午前9時から3時の間っていうのは500円で、距離関係なく自分の家から目的地、目的地からまた自分の家というふうに使えるし、免許返納者とか障害者だったらその半額でね、250円で同じように使えるというねことが今できてるんですね。でそれに加えて中心市街地、今度デジタルタクシーというのを考えて今実証実験をしてるんですけど、これがうまくいくと思いますので、そうすれば来年の4月から伊那市全体、中心市街地を含めた全てのところでぐるっとタクシーとそれからデジタルタクシー2つの、仕組みが動き出してくるので、もう移動についてはかなり今までよりも利便性が増してくるということですね。この他にも自宅にいながら使い慣れたテレビのリモコンで注文ができる買い物支援サービス UI マーケットや、自宅の近くに診療者が出向きオンラインで診療を受けられるモバイルクリニックなど、移動が困難な皆さんを対象に新しい技術を使った行政サービスを行っています。モバイルクリニックでは7月から新たに車載遠隔超音波検査装置を導入し、通院に負担のある妊婦の方にもサービスを提供することができるようになりました。こうしたことってのはみんなこう高齢化社会とか、あるいは少子化も含めていろんなこう社会の課題の解決のための福祉施策っていうね、いう捉え方でいますので、これはぜひ伊那市にお住まいの皆さんは遠慮なく使ってもらえれば、今よりもまたこう快適な生活ができるのかなって思うので、これもぜひ市の方に問い合わせしてもらえれば今節丁寧にお教えしますのでね、遠慮なくやってもらいたいと思います。今回は子どもや子育て世帯、そして障害がある方や高齢者の皆さんなどへ向けた取り組みをご紹介してきましたが、伊那市はこれからも最も暮らしやすい町であるために、さまざまな取り組みが進められていきますね。福祉っていうのは私たちが生活をする上においては、全ての事柄が福祉だろうと、市民の生活の隅々にあたることを、漏れなく懇切丁寧に対応していくということが、福祉につながっていくのかな、福祉の町につながっていくのかなという気がしますね。行政っていうかね、私たちの仕事っていうのはやはりこう弱い方、弱者にこう届ける光を運んでいく、でその光でこう安心して生活ができるようなね、そうしたことが私たちのこう仕事の本意なので、福祉という言葉で包含してしまいますけれども、これをやるということが
まあ、より快適な、伊那市であったり、伊那市民の生活であったりということにつながっていくんじゃないかと思ってますね。まあ、まあ、福祉なくしてっていう言葉はよく言われるんですけども、まあ、一生懸命やればそれが福祉の形となって届けられるんじゃないかなというふうに思ってます。白鳥市長の焚き火通信、次回は低炭素社会を目指す伊那市の取り組みについてご紹介します。次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続いてお知らせです。文化交流課から信州伊那清月俳句大会開催についてお知らせします。幕末から明治初期に伊那谷を放浪し多くの名句を残した俳人井上清月をしのぶ俳句大会を開催します。日時は9月11日日曜日午後1時から東部中学校演劇部による公演清月さを上演し午後1時40分から開会式事前トークの表彰を行います。午後2時40分からは宮脇瑞穂先生による講演会を行います。その他午前10時30分から12時30分まで当日区を受け付け表彰も行います。詳しくは文化交流課までお問い合わせください。この機会に井上清月をしのび俳句に触れてみませんか。皆さんのご参加をお待ちしています。マホライナ市民大学事務局より学生募集のお知らせです。進んで学習することで自己を育て仲間づくりの輪を広げながら明るく充実した豊かな毎日を過ごすことを目的としたマホライナ市民大学では令和4年度の学生を募集しています。就業年限は2年間定員は60人です。入学を希望される方は入学願書と完成はがきを障害学習センター5階市民大学事務局または市役所3階障害学習課にご提出ください。今から少しでも学んでみたい、いろんなことに触れ心豊かな生活をしたい、仲間や友達を作りたいといった気持ちのある方はご気軽に応募してください。大勢の方のご応募をお待ちしております。企画制作課からモバイル公民館のデザインと愛称募集のお知らせです。伊那市では朝夕に通勤通学の足として運行している長谷循環バスによるモバイル公民館の取り組みを進めます。この事業では山間地等で移動が困難な方々へ公民館の講座などをバスによる出張方式で提供することを目指しています。現在そのバスのデザインおよび愛称を募集しています。親しみやすくみんなが集まりたくなるようなデザインや愛称をご応募ください。応募資格は伊那市に在住もしくは伊那市に通勤通学されている方でデザイン部門は高校生以上、愛称部門は小学生以上となります。詳しい募集要件や表彰については伊那市公式ホームページもしくは市役所、支所等に掲示してあるポスターやチラシをご覧ください。多くの皆様のご応募をお待ちしています。ご不明な点は企画制作課までお問い合わせください。来週は動くテレワーク拠点イブモについてご紹介します。それではまた来週。